なぎ駅は、長野県木祖郡なぎ町読書にある、東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は、CF23。特急、シナノの一部が停車する。中央本線名古屋口の東端で、快速列車の上りは、早朝に東駅始発の名古屋駅が2本、運行されているが、下りは、すべての列車が、手前の中津川駅止まりとなるため、 名古屋から当駅に乗り入れる列車は少ない。また、朝夕を中心に当駅と中津川駅を結ぶ列車も、ある。当駅より、塩尻方面の普通列車の本数が減る。駅車内に観光案内所を併設する。改札口プラットホーム、古船橋3番ホームの庸生駅名標と駅裏の、材木置場駅前のバスターミナル。 なぎそ駅前単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。一番線と三番線が本線、二番線が副本線となっている。この他に保線車両留置用の側線もある。駅舎は構内西側にあり、二つのホームとは個線橋でつながっている。この個線橋の窓には、 鉄道車両を模した装飾が施されている。中津川駅管理の簡易委託駅で営業時間は7時50分16時5分。窓口では切符の販売のみを行い、周回札は無人駅同様に取り扱われる。かつては東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場が設置されていた。長野県統計所によると、 1>, 1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅の東側を中央本線と平行な形に市街地が広がっている。町の元となった中仙道三流の塾の中心や、なぎそ町役場は北に位置する。ありがとうございます。